中田厚彦さんの YouTube で投資は米国株のインデックスファンドと話してましたがどう考えますかまあ僕も同じようなことを言ってると思うので、あの要は株をその 一生懸命選んで買うのと何も考えないでインデックスファンドに突っ込むので、インデックスファンドに突っ込んだ方が30年とかのレベルでいくと得してたりするんですよね。結局そのまあ自分でじゃあ会社選びますとかの場合って、なんか自分がじゃあこの会社いいって思ってた会社が潰れちゃったりするわけですよ。例えばそのジェネラルモータースみたいな会社って20年前は超イケイケだったんですけど、まぁ、あ、20年前はギリギリかな ?30 年前とかイケイケだったんですけど、今はもうほとんど 見る価値もないみたいな。で、日本で、じゃあイケイケだった会社でダメそうになったところとかで行くと、セガっていうゲーム会社とかが、昔はそのイケイケでセガサターンとか出したり、なんかあの、そう、セガの名前のついてるハードウェアって出してたりしてたんですけど、もう、その会社自体が身売りになっちゃって、で、ゲーム資産はアトラスが買ったんだっけって感じで、なんかそのゲーム資産だけ別の会社に行っちゃったりみたいな感じで、で、その、割とイケイケだった会社がなくなっちゃうみたいなのがあるんですよね。 ハドソンもそうですね、あの、コナミグループに吸収されましたね。ねっていう感じで、その、個別の会社って潰れちゃう可能性あるんですけど、じゃあその、日本にある会社全部に薄く投資したら、まあ日本の中でハドソンとかがダメになったとしても、その分ハドソン買ったコナミが伸びてたりとかあるわけですよ。なので、その薄く全体に投資すると、その国が成長する限り成長するじゃんっていうのが、まあ、 インディックスファンドの考え方で、で、投資信託とかって、その、優秀なファンドマネージャーっていう人が、じゃあ俺はコナミ買うわとか、俺はニンテンド買うわとかって決めて、で、その人がじゃあその、10億突っ込むとか、100億突っ込むとか決めて、リスクを負っていろいろ勉強していろいろ研究してやるので、その人たちに対する給料超高いんですよ。その、日本で確かなんかサラリーマンで一番給料高かった人が、爽やか投資だっけ なんか、なんとか投資、さ、差で始まる、ひらがな4文字の投資会社のサラリーマンの人で、えっ、ー、と、年収30億とかだっけサラリーマンなんだけど、年収30億みたいな、なんかそんな感じの、沢上ねそう、沢上。<laughs> 爽やか近かったね。はい。っていう感じで、その、沢投資顧問なのはい。まあ、っていう感じで、その給料30億とかになったりするんですけど、じゃあその30億どっから来てるのっていうと、投資信託でお金を預けた人。 から、手数料を抜いてるんですよ。なので、まあ一生懸命頑張って調べた結果、利益上げてくれたので30億取るのは当たり前だよねっていうの考えもあると思うんですけど、インデックスファンドって薄く投資するので、一つ買わないんですよ。要はその上場してる会社全体に対して、機械が薄く投資するだけなので、手数料投資信託手数料みたいなのがめちゃくちゃ安いんですよ。ものによってはかからないみたいな。ってのがあって、そのインデックスファンドっていうので、じゃあ日本のインデックスファンドだと、その日、 日経なんちゃらってやつとか、そ日経に連動するファンドだったりとか、じゃあアメリカの名前忘れしたニューヨークダウンに連動する一定インデックスファンドみたいなのに、ぶち込んで20年30年ほっとくと、アメリカの成長に合わせて増えていくと。で、まあ日本の成長に合わせるんだったら日本のなんか日経に連動してる新宅にぶち込んどくと、日本の経済が良くなると一緒に上がるっていうのなんですけども、SP500 ね。はい。えっ、ー、と、日本の場合って日経戻んないんですよね。<laughs> あの アメリカってじゃあリーマンショックとかありましたとか、いろんな経済問題があったんですけど、長期的に見るとずっと伸びてるんですよ。で、日本って、えっ、ー、と、バブル崩壊の時に日経平均4万円かなんかに行ったんですよね、確か。4万円弱。3万8000とかだっけ。で、今2万円ちょっとぐらいで、まだその当時の半分なんですよ。なので、そのバブルの時代にインデックス、そのじゃあ日経投資にバーンって買ってましたっていう人って、未だに元でまで行ってないんですよね。 なので、なんか、どうせ投資するんだったら、日本はどうなのかなっていう気はしますけどね。で、あと、まあ。 海外の方が投資した方がいい理由って、今見てらっしゃる方多くの人日本に住んでると思うんですけど、あの、日本に住んでる人って、日本が景気良くなると自分の給料が上がったりとか、周りが景気が良くなってなんかすげえチップをもらえたりとか、あの当時タクシーの運転手とかでタクシーのチップで1万円もらえるみたいなのがあったらしいんですよね、バブル時代。っていう感じで、その日本全体の景気が良くなった時って日本に住んでる人全員が景気良くなるので、別にじゃあ日本の株に投資してなかったとしても結構得したりするんですよ。でもその日本が落ちぶれました。 アメリカが超うまくいってますって時って、アメリカにかけてると倍得するじゃないですか。日本が落ちた分だけ。要は日本は半分になりました。アメリカ倍になりましたって言ったら、倍、えっ、ー、と、50%上がって50%下がると100%になるじゃないですか、差は。っていうのがあって、どうせ投資するんだったら自分が所属してない場所に投資した方が、あの、まあ、ポートフォリオとしては安定するよねっていうのがあるので、日本じゃなくて他の受に投資した方がいいっていうのが、まあ 一般的なアドバイスだと思うんですけど、中田敦彦さんもその一般的なアドバイスとしてそういう言い方をしたんだと思うんですけど、ただアメリカどうなの っていうのが、ちょっと微妙なんですよね、最近。その、まあ、トランプ大統領になってから、その、中国と揉めてますとか、ヨーロッパと揉めてますとか、で、なんかカナダともちょっと、いざこざやってますとか、じゃあ、その、メキシコと壁作るみたいなのやったりしてて、で、ちょうどその、なんかあの、イン、その、IT 系のエンジニアに対するビザの発給やめますみたいなことをこう、言うらしいんですよね、来週の月曜かなんか、トランプ大統領が。で、そうすると、その、Google とか Amazon とか Microsoft とか、 アメリカのその一 経済引っ張っっ張てて IT 企業って言われてるんですけどその IT 企業で働いてる人たちって、アメ、純アメリカ人はそんなに多くなくて、インド人とか中国人とか、外国から超優秀な人が集まってきて、その Google の仕組みを作ってたりするんですよ。なので、その外国の超優秀な人っていうのを、じゃあアメリカに入れて働かせることができませんってなっちゃうと、アメリカのその IT 系企業の競争力が下がっちゃうんですよね。で、じゃあアメリカで働けませんって言ったら、じゃあそこのインド人の人たちが、俺中国行くわ、とか、じゃあ 俺ヨーロッパ行くわっていうので、要はアメリカじゃない国に優秀なエンジニアが行ってしまって、アメリカにその優秀な人が集まるよねって構造自体が変わってきてしまう気がするんですよね。えっとまあ、例えばアメリカの大学って世界で一番学費が高いって言われてるんですけど、あの、学士ローンとかで卒業すると大体1000万円ぐらいの借金を負うのが普通って言われてて、で、なんでそんな高い金を大学取るのっていうと、 世界中から超優秀なやつが集まってきて、すげえ金はたいてでも手に入れるべきその教育をやっていて、で、1000万ぐらい借金を負って卒業したとしても、それなりのいい企業に入ると簡単に借金返せるんですよね。まあ簡単でもないけど。<laughs> っていう感じで、要はその世界中の優秀な人が集まってきて、世界中の優秀な人向けのきちんとした教育をやって、で、超優秀な人っていうのが金を稼ぐっていう、世界一の人が集まってぐるぐる回すっていう構造がアメリカの中にあったんですよ。でもそこのじゃあ優秀な人がアメリカに入ってきても働けませんってなると、じゃあ俺アメリカ行かねえわ。 ってなっちゃうので、そこの世界中の優秀な人に金バンバン払って働かせるっていうシステムが、ひょっとしたら壊れ始めてしまうかもしれないですよね。そのトランプ大統領が再選するかどうかっていう話もあるんですけど、もし再選するとそれが長期的に続いてしまう可能性があるので、でトランプ大統領ってその IT の重要さってあんまりわかってないんですよ。あの、日本の自民党政権の人たちもわかってないですけど、あの、ハンコ連合会会長の人が IT 大臣やってたみたいな。なので、まあ、 そうすると、あの、IT の重要性が分かってる、ね、カナダのトルドーズさんのところとかに多分エンジニア行っちゃうんだろうな、みたいなのもあったりするんですけど、あとフランスのマクロンさんのところとかね。なので、ちょっとその、インデックスファンドを買うというのはいいと思うんですけど、長期的にアメリカなのかなっていうとちょっと微妙かなという気はします。インデックスファンドに投資する長所をひるきさんなりに説明してください。売り替えをしなくてよい。 今度だままで良い。あ、その僕、あの、株価を見るのが苦手なんですよ。要はその、他にやりたいことがいっぱいあるので、忙しいんで、株価なんて一日毎日見てらんないんですよね。で、自分の人生を株価を毎日10分チェックするっていうのに使いたい人がいればいいんですけど、でまあその朝10分見るのでも、ね、も夜になったらめっちゃ下がってるかもしれないみたいなんで、ちょこちょ買うかをチェックする生活を知り取っていると思うんですけど、それをなんか、人生で永遠にやり続けるとすると、その、すげえ時間と集中力なんですよね。もし下がってたらじゃあ、 売らなききゃゃいいいいけけなななななととかかかっっって考えなきゃいけないからたただぼーっと見るる10分ででもなかったりするんですんよなので、それをなんか、未来、英語、自分の時間をそれに費やすのって考えると、僕は嫌なので、基本株は買いっぱなしで損したら、あ損したわっていうので、損してもいいと思って買ってるんですよ。なので、その自分の人生の時間というのは限られているので、その時間を何に使うのかっていうの、お金より大事なものはあるんじゃないかなと思いますけどね。 29歳の女です。来月結婚式で家の貯金がとんでもなく少なくなってしまいます。これから先子供を産んで育てたり、おお家を買ったり、老後を気にしたりする考えると不安です。そこで今のうちから海外のインデックスファンドをやろうと思ってるんですが、何を買ったらいいかわかりません。この間、ひどゆきさんもしているのを聞き何を買ってるのか知りたいです。一応勉強してますが、参考程度教えてほしいです。えっと、積み立 NISA で、あの、全米インデックスなんちゃらとか、あの、なんか海外インデックスなんちゃらとかっていう、えっと ロードファンドって言われる手数料が一切かからないタイプのインデックスファンドっていうのがあるんですよ。インデックスって言うと、あの日本だとあの日経とかトピックスとかっていう。あのま、あの株式の指数が上がり続けたら株ま買ってる。株の値段も上がるよね。っていうのがあって。 で、まあ、あの、要は指数に連動するだけなので、全部コンピューターでできるから人間いないよねっていうのがあって、手数料無料のファンドっていうのがちょこちょこあるんですよ。なので、そこら辺のあの、ノーロードって書いてあったり、手数料無料って書いてあるやつで、そのアメリカだったり海外のインデックスに連動するタイプのファンドを選べばいいんじゃないかなと思います。僕が買ってるインデックスファンドの名前は覚えてないんですよ。<laughs> え現在、奨学金を借りて大学に通っている22歳です。母子家庭で高齢出産ですでに何十歳の親から月に5万から9万を年金から絞り取っています。将来、お金の不安があるため、奨学金700万を返すぐらいの金額を持っておきたいです。元気でパートナーでやられていますが、親が亡くなるのを見越してもらった金で生命保険をかけさせるか、健康管理をし長生きさせて亡くなるまでもらった金をインデックス投資に回すかという選択肢がありましたが、月5万9万もらえないならどのように運用しますかあの、ちゃんと働いて、あなたがお金持ちになればいいんじゃないでしょうか。<タッ> インデックス投資って別にそんなにめちゃめちゃお金増えるわけじゃないので、お金が余ってる人がインデックスで回して多少増やしたらいいんじゃないのって話なので、あの、早めに卒業して、あの、ちゃんと稼げる仕事について、あの、給料で稼いで、自分でお金貯めた方がよっぽどお金貯まると思いますよ。